アイドルの新たな一体感平野紫ウの27歳誕生日、神宮寺とのラインが明かす深まる結びつき。平野紫シの27歳誕生日を祝福するメッセージに、ファンの心が一つに溶け合っています。神宮寺雄太と岸雄太からのラインが、単なるお祝い以上の温かさを運んできました。この 3K 弟のコミュニケーションは、ファンとの結びつきを深め、興奮を生み出しています。紫輝くんの若々しさと、 ファンへの感謝の気持ちは言葉になりません。年齢を超越した彼のパワフルな魅力は、メンバーからの祝福とともに、ますます際立っています。彼の忠実なフォロワーは、彼が感じる喜びを共有し、共に成長することを楽しみにしています。平野さんは、誕生日を迎えるにあたり、多くの愛と温かい言葉で包まれました。神宮寺さんからは、誕生日おめでとう、これからもぶち上げよろしくというメッセージが、これに平野さんは、 はや、あざす、ぶち上げましょう、と返信、友情と冗談の中にあふれるやりとりが、ますますファンの心をほぐしていきます。これまでの活動には、海外や国内でのナンバー、愛の CM やタワーの照明など、様々なイベントが含まれています。しかし、ファンは単なる観客ではなく、共に盛り上げる一員として位置づけられています。紫輝くんは、ファンの存在を大切にし、常に周囲を気にかけています。 彼の人懐っこい性格とてれ臭い一面は、ファンを引き寄せる魅力の一部です。三人の中むつまじいやりとりには、友情と信頼が滲み出ています。神宮寺くんが弟さんで、岸くんがお兄さんという構図は、まるで本当の家族のようです。三兄弟の仲良さは、ナンバー、愛としての活動にもポジティブなエネルギーをもたらしています。彼らが共に歩んできた道は、ファンにとっても感動的であり、 これからも新たな景色が広がることでしょう。紫輝くんの27歳の誕生日に、ファンから寄せられた多くのメッセージは、単なるお祝いのこと以上のものです。彼のインスタグラムには、神宮寺からのメッセージを公開し、これからも平野市を、ナンバー、愛をよろしくねとファンに呼びかけました。ファンとの結びつきを強化し、共に素敵な一年を過ごすことへの期待が感じられます。この特別な日に、 紫輝くんはファンに対して感謝の気持ちを述べつつ、これからもぶち上げましょう。という意気込みを見せました。彼のパワフルで前向きなエネルギーは、ファンに希望と活力を与えてくれることでしょう。岸くんからの大量のハート絵文字と共に送られた、小誕生日おめでとうのメッセージには、温かさがこもっています。紫輝くんの魅力を称賛し、ずいぶんラブリーですね。お兄さん。 ありがとうという返信が、3人の中の良さを物語っています。ファンから寄せられたコメントにも、期待と応援の気持ちがたくさん詰まっています。一緒に素敵な一年にしようね、27歳の紫輝くんの活躍を楽しみにしていますとのメッセージは、ファンとアーティストとしての絆を感じさせます。紫輝くんとナンバー、愛の3兄弟は、志を同じくし、辛い時期を共に乗り越え、新たなステージに立っています。 ファンは彼らと共に成長し、未知の冒険に挑戦することを期待しています。これからもナンバー、愛の活動が、ファンにとって新たな感動と喜びを届けてくれることでしょう。最後に、平野潮さんへのメッセージをお伝えしましょう。27歳の紫輝くん、おめでとう。これからも素敵な瞬間をたくさん共有しましょう。ファン一同、あなたのさらなる活躍を心から応援しています。ハッピーバースデー。